道内では今日新型コロナウイルスで90代の男性など3人の死亡が確認されました新たに感染が確認されたのは札幌で140人、旭川市で22人、石狩地方で11人など合わせて206人ですこのうち札幌では集団感染クラスターが発生している南区の特別養護老人ホームドリームハウスで新たに2人の感染が確認され これまでの感染者は合わせて107人となりました。このほか、手入れ区の田中病院や有料老人ホームなど、4か所のクラスターが拡大しています。感染経路がわからない人は38人とピーク時より減少したほか、すすき野の夜の街関連で感染者が確認されなかったということで、札幌市の担当者は、まだ油断できる状態ではないが、対策の効果が少しずつ現れてきているのではとしています。 一方、旭川市では旭川厚生病院で7人吉田病院でも10人の新たな感染者が確認されるなどクラスターが拡大しています。